ここは冥界の西の空、死神王が言った。シュレーディンガーと潜む。見ての通り、高地にまばらに浮かんだ巨岩を現世の断りが通用しない冥界と。だがクオンがまだ猫であるならば、高所から落ちたところで重力とは常に己に対して下方向に作用する。冥界の断りすらも逆転し、虎穴を暴いてシュレーディンガ。
的は健康爆か。お前もあれだろ、鍵を集めてゲートを開けば現世に戻れるだとか吹き込まれた口だ。知ってるさ、俺だって元はお前と同じこっちに落とさ。やめとけやめとけ、あんなところに戻ってどうする。平穏とはほど遠い。かといって刺激とも。俺は無駄なトローが大嫌いなんだよ。折れるだろ。ここも大概クソみてえな世界だったがな、圧倒的な力を持った今となっちゃ平穏そのものだ。たまにやってくる雑魚どもを片付けるトローに目をつ。だがまあ時にはお前みたいなのが来るって刺激もある。同族のよしみだ。このままこっちで共に生きようじゃねえか。平穏ってのは大体好きだろう。俺のトローを少し、いや半分、それよりもうちょっと多めにどうだ。おっと、心は曲げねえタイプか。買いかぶりだったかな。それだったら仕方ねえ。お前もただのトロー。今この瞬間からお前なんか大嫌いだ。Ooh.
死神王の三体を倒し、健康箔を手に入れたクオン。ここは冥界の北の氷。この氷の管を流れる地脈エネルギーを塔の頂上で独占し、地脈エネルギーのこぼれを狙う氷魔を覆い、寒さをしのげる場所を見逃さず、うまく活用するといいだ。この氷の地脈塔を登り詰め、頂点に座するハーランドを殺し、剣魂魄を奪い取れ。
ャーシュボーン大気圏を突破するぞーズボーンごめんって、何もそんなに怒らなくても、私はただよかれと思って。
こっちも買ってきて当たり判定消失したのかって疑うくらいナチュラルにすり抜けるし、どうなってんのよ。しかしまあ、捕まえたからには観念しなさい、観念しなさいってばよ。こら、ズリを血ようとするな。なぜ捕まえたかって、小麦粉まみれのお前をシャンプーするためだよ。私ら四神王が持つ剣魂魄と呼ばれる強い魂、その力の源は別の世界からの精神エネルギー。わしとお前さんとの力の差は歴然じゃ。お前さんを凍らせてぶち砕くのは簡単。お前さんの力の源になっているものは
わしの軽いはそれゆえに危険ということなのかもしれんがな。悪いことは言わんかい。はあ、ピロピロなんじゃ今話を聞いとるんか聞いとらんのかわからんやっちゃな。あーもうええわい。こんだけ言っても引かんのならもうカッチンコチンの地うわっしゃーのけいちゃん。カシャンシャンシャンすべて倒し、さあ門をくぐるがいい。そしてゲース、待て、君はこれから現世に戻るんだよね。僕はここで、僕はどうしても現世に帰りたいんだ。もう一回言っておこうかな、どうしてもなんだ。だから順番を変わってくれると嬉しいんだけど。喧嘩で順番を決めちゃったら横取りになっちゃうじゃないか。だけど仕方ないかもしれないな。やっぱり何も言わないんだね。僕が現世に帰りたい気持ちも君には分かってもらえなかったのかな。僕の方が帰りたいって気持ちは強いんだ。そうだ、喧嘩に勝ったやつが。
が負けたってことは君の方が、少し君のことが分かった気がするよ。僕の中に化け物がいた。この冥界で生まれた化け物が、君がそうやって頑なに僕と会話してくれないのは、もう化け物の言葉が分かって化け物と会話できてしまったなら、おかしいな。どうして帰りたかったのかがぼんやりしてどうしても思い出せない。どうすればよかったのかな。僕の大切だった何かを消してしまわないようにするには、君は自分がどうして消す、冥界の門は開かれた。そしてさあ今度こそ門をくぐるがいい。ここは冥界と現世をつなぐ混沌の空間、希望へ向かう脱出路となる。絶望へ落ちる、さあ現世と向かって進め。混沌の最果てで待っている。ただいまより、不肖私つくもの手からクオンの脇のわーきわきわーきわき、あこの力はあなたの心に働きかけという遊び。
よく来たな。道中大変だっただろう。ずっと見ていた。冥界に引き込んでからずっと。まあ、君を見ていたずっとなんて、私がこの混沌の牢獄に閉じ込められているずっとに比べたら、ほんの一瞬。あまたの亡者を現世から冥界に引き込む。そして運よく勝ち抜いて門を開き、ここまでたどり着いた。ああ、楽しい。この混沌の牢獄からどこへも行けない私。その中でもクオン、とりわけ君は楽しかった。立ちはだかる妖魔獣人たちを、数万、いや数億年、それとも数億年かな。君がそうまでして現世に戻ろうとする理由は何だろう。にゃあ。さっぱりわからないな、私には。本当に君は楽しいね。さて、このままおしゃべりを続けるのも悪くないけど、それで君の寿命が尽きたりしちゃ台無しだ。最後に君のその強い命を刈り取ることで、ありがとうクオン。本当に楽しかった。この調子で。Yeah.
Thank you.
冥界での死闘の果てに現世へと舞い戻り、かつての住処に戻ってきたクオン。しかし、クオンの姿を見た飼い主は戦慄し、悲鳴を上げた。ただの猫から異形の妖魔に落ちたその姿は、人間にとってはもう化け物だったのだ。化け物のクオンには、自分がかつて共に暮らした猫のクオンだということを証明する手立てはなかった。かつての絆はもう取り戻せない。ここはもう自分の帰る場所ではない。クオンは姿を消した。そしてその行方はもう誰にもわからない。